はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、前回ですね、昨日になると思うんですが、まあ改造された、チート鬼滅の刃のね、キャラクター、もちろん、オルカ様に許可を得まして、制作されたこのワールドなんですけど、ですね、ちょっとワールドデータがちょっと僕ね、壊れちゃってたみたいで、もっと本当はキャラがいたんですよ。今回このキャラ見てください。ほら、こんな感じでね、前ちょっとしかいなかったと思うんですけど、本来こんだけいるんですよね。多分昔の動画見てくださった方だったらわかると思うんだけど、これなんだ？すごい。富士の山あるのか。まあ、こんな感じでね、ほら、次国炭治郎とかもいるんだよ。いっぱいいるでしょ。もうちょっとこれ、ちゃちゃちゃっと紹介して、ちゃっと行きましょうか。はい。まあ、こんな感じで、まあ、いる、名前はちょっと言わないので見といてください。見ながら、今回のちょっと趣旨を説明するんですけど、今回は、最強のね、まあ、この鬼滅の刃のキャラクターで、まあ、最強の頼市がいるじゃないですか。はい。その頼市、VS、この、まあ、最強のキャラクターたちの中で一番強いキャラクターがいるんですよ。そのキャラクターが、まあ、ちょっとここら辺もバーって見せながら、これだと思う。はい。だと思うって言ったらあれだけど。多分この、エンムですね。このエンムがおそらく一番強いんですよ。はい。一応ね、国志望とかもあるね。ちょっと見てみようか、これ。国志望ちょっと見てみよう。はい。で、こういう感じで、一部キャラクター味方を通しても戦ってしまうので、そこだけ要注意ですとか。かなり、一部キャラ、最初から HP が満タンでは、あれ仕様だったのか。よかった、よかった。はい。で、なんかこれね、キャラについてなんですけど、こっちに行こうとどんどん多分強いんだったかな、確か。だから、こういう感じで、なんか、いろいろ、この強さがあるはずなんだけど、これだね、最終奥義。わぁ、ちょっとここら辺も、次国炭治郎 V2 とかはある？ある？そんなある？ま、ちょっと、次国炭治郎 V2 とかもちょっとまた見てみましょう。これはまあまた後で今度見るとして、ぜひね、ちょっとまた見ていただきたいんですけど、これ動画ちょいちょい上げていきますので、はい。より一の血を飲んだ善逸とかもあるんですよ。で、これちょっと気になるんだけど、はい。二刀流の国志望って感じか。で、体力が600と。まあ、かなり強い。まあ、おそらく強いんでしょうね。でも今回は違いますよ。まあ、これもちょっと後でやるかもしれないんだけど、今回は、はい、この最強のこの、エンムですね。はい、エンム。まあ、ちょっと後で戦わせよう。他のキャラクターと戦わせるんだけど、このヨリイチ。まあ、この、ヨリイチは皆さん知っての通り、国志望とかで戦わせてみるか。ヨリイチ VS、はい、こちらですね。まあ、国志望で戦わせても、まあ、圧倒的強さで、まあ、ほら、こういう感じでね。もうほとんどダメージ。もう4でも与えたんだ、国志望。すごいな。逆に4ダメージも与えたことに私はびっくりしている。そうだね。まあ、ほぼ無傷で、まあ国志望相手でも余裕で勝つことができる、このもうチート、もう完全、これはもう完全チートと言ってでしょ。チートのヨリイチがいるんですけど、このヨリイチ VS、先ほどのね、今言ってたエンムでちょっと戦わせたらどちらが強いのか。で、前それやったんですよ。このヨリイチ VS、このエンムですね、これ。ちょっと見せようか。こういう感じで、戦わないか。これ戦わないか。なるほど。これは戦わせないといけないね。戦うかな、これちゃんと。はい。いけ。いった。さあ、こういう感じで、より、あれ、行かない？あ、行かない？あー、ダメだね、これ。暴走しちゃった。ね、触手となんか、同士打ちしてんだけど。ちょっと、もしもーし。ちょっと待ってね。神化した善逸 VS、これでちょっとやってみるんだけど、これでさ、ダメージを与えるじゃないですか、今。今一瞬ダメージ与えたと思うんですけど、この、ダメージをどんだけ与えようが、なんとこの、このエンムさん。はい。見てください。見えるかな？見えない。まだ見えないね。これ、すごい。神化した善逸。すごい呼吸の数を打っております。どうだ？これすごい。これいいぞ。いいぞ。すごい、すごい、すごい。すごいことになってる。いや、しかし、でもダメージ与えてる。結構ダメージ与えたか、今。すごい。まさかのヨリイチいけるか、これ。こんだけ数が集まれば、最強のエンムも、まさかいけてしまう。これダメージ、あれ、なんか、すごい、なんだこれ、なんだこれ、すごい、すごいことになってる。やばい、なんだこれ。でも、善逸もやられてってる。少しずつやられていってるが、これでも、すごいぞ。この、エンムダメージが、ちょっとずつ。あれ、これいけるか、いけるか、ワンチャンいけるんじゃない、残り何体、全員何体、残り2体、残り、いや、3体、まだ3体いる。いや、なんだったら4体いるか、
いやでもちょっとずつやられてってる。残り、あー残り、いやまだいる、まだいっぱいいるぞ。ゼイツはいる、残っている。どうだ、いけるんじゃないかこれ、ワンチャン。でもねこれ、あーちょっとずつ回復してる。あ、そうだ、これなんか仕様が変えていただけたんだ。このなんかエムが強すぎたから回復力をちょっと確か抑えてもらったんだ。そうだ、だいぶそのエムのね、前までとてつもない強さだったと思うんだけど、ちょっと待って、あーやめてー。おーい、スポーンエッグがー、もう仕方ない、今こんなことやってる場合じゃない。ワンちゃんもしかしたらこれ全員が勝てるかもしれないが、どうだ、いけるか、いけるのか。残り体力400、あーやられたー。これ前までだったらもうね、1秒間で、もう、1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、みたいな、本当に、もう、ブワーって、10秒ぐらいでこれ多分、体力500ぐらい回復します。はい。それぐらい早かったんだよ。それが、まあ、ゆっくりになったということで、これワンチャンより1あるんじゃないかこれ。いや、あるぞ。では、より1 VS。で、今回、より1、てか、皆さんお気づきだと思うんですけど、ベリーヘルモードです。EX モード。今までは通常だったんだけど、今回から EX モードなのでかなり強いです。ということで、じゃあ行こうか。はい、行きます。さあ果たして勝つことができるのか。いけいけ、さあどうだこれ、いけ、あれ戦わない、戦ってるね。さあどうだ、触手でもまだ出さない、あれ触手出さないね。あれどうした、いや戦ったね。さあ戦い始めました。ここでようやくより1 VS だ。すごい、みんな見て、なんだあれ、なんか何が起こってる。さあ戦いに行った。さあ果たしてより1くん何してるの。より1くん、あなたバグってない、ちょっとバグってます。何が起きてんだ。あ、でもこれ、おーより1勝った、勝ったけど、勝ったけどさ、より1くんが壊れちゃった。はあ、より1くんが壊れちゃった。より1が壊れちゃったんだけど、ちょっと、あー、あとね、ちょっとせっかくだから、あー、そう、サイコロステーキ先輩もあるのよ、これ。ワールドちょっとこれ、作り直すからもういいや、出しちゃう。おー、すげー。これ、神化ですね。神化の、神化のサイコロステーキ先輩ですね。はい。国芝やってみる？戦う？あー、でもこれそうなんだよ。通常のこのモブの場合、戦わないんだよね、これ。残念ながら。まあ、でもこうやってやったらどうだ？どうだ、ほら、これで戦わせる、これで戦わせる、待て、いけ、戦え、よし、いったか、これ戦うんじゃない、いた、さあ、どうだ、これ、果たして、神化したサイコロステーキ先輩 VS 国志望、いやー、でも攻撃しないね、ダメだね、待って、今これ、残り体力かなり経った状態で今、戦わせたんだけど、3回の呼吸でこんだけ国志望の体力減らせたんだけど、うわあ、来た来たぞ来た、やべえ、うわあ、うわあ、すごいね。おお、ちょっと待って、これ多分圧勝だったぞ、おそらく。これサイコロステーキ先輩多分体力100何ぐらいまで削って、ようやくこれ当てることができて、攻撃することが できたんですよ。そしたら一瞬でこれやりました、国志望。やっぱこのキャラは強いんだね。いや、素晴らしい。ごめん、割れるときは一緒なんだ。いくら強さがどうだろうが、バラバラになるのは一緒なんだな。はい。というわけで、今回、ちょっとね、いろいろちょっとハプニングありましたが、まあ、結果的には、多分、まあ、だいぶ弱体化したってのはあったんですよ。前がやっぱりすごい強かったってのもあって、だいぶちょっと弱体化した、あの最強のエムがね、弱体化したのもあるので、今後ちょっとね、まあ、このキャラクターたちが強いっていうのは分かっていただけたのと思うので、今度は、この最強のこのキャラクター、
要は上限になるか分かんない、何のキャラクターになるか分かんない、1体 VS この通常の鬼滅の刃のキャラクター全員とかでちょっと戦わしたいね。これできるかな。でも一回一回あれなんだよね、このモブバトルモッドをやんないと多分できない気がするから、ちょっとハンデ戦とかになっちゃうかもしれない。うん、どうなんだろうな。最初その鬼殺隊とかさ、通常のこの黒死亡たちが攻撃最初しに行くことがかなり増えちゃうから、ちょっとまた考えます。はい、まあどうしようかね。コマンドでもうボタン、このコマンドボタンを押したらもうすぐ戦うようにできるようにするかって感じかな。うん、ここにいる、ここのフィールドにいる一体の全てのモブは必ず絶対戦うようになるみたいな、そういうコマンドが多分あると思うので、それ出せば多分戦うかもしれないので、ちょっとそういうのでやっていかないと、ちょっとさすがにハンデになりすぎるかなと思うので、はい、まあというわけで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です。バイバイ。